美味しそう。うーん、震える。あ、本当美味しいんだけど。オンラインサロンのリズムでボディメイクっていうレッスンやって受けて、今ねお昼の1時過ぎなんだけど、ご飯何にも食べてないので今からご飯を食べます。ラッテ&バッフルサンド、ちょっと入ってみようかな。わかんないけど入ってみます。美味しそう。あ、いいですね。これ怖いね。これが一番人気か。じゃあ私このチョコミート、チョコミート、はい、でジャスミン茶ラッテのアイスってできますか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私はアッサムチャイティーラッテ、お願いします。アイスで大丈夫。アイスで、はい、はい、700円いただいたの。はい、かわいい、美味しそう、うん、タコライスを頼んだのでもうちょっとしたら来る予定です。お腹すいた。来ました。タコミートだっけ。タコミートのタコライスみたいな感じです。ジャスミンラテです。つきまくってる。うん、美味しい。食べるのが難しい。でもこれは私口が小さいから仕方ないんだよね。これめちゃくちゃ美味しい。六本木ヒルズに行きたいと思います。久しぶりだな。ちょっとねザラに行きたいと思います。ザラでショッピングしてこよう。今10月の9日なんだけど、暑いよね今日。いや、めっちゃ暑い。夏です。夏だから暑いからさ、これ一応ニットなんだけど、あ、これザラじゃない、これ。お、これザラだ。ザラたまたまです。うん、暑いけど秋服を買ってこようと思います。イエーイ。ヒルズにやってきました。入ろう。さっきのご飯がお腹いっぱいです。まずはですね、どこから行こう。久しぶりすぎて私さ、ショッピングでさこの時間取らないから、普段着きますからショッピングしないからさ、どこに何があるか全然わかんないよね。じゃーん、買いました。買ったんだけどサイズ取り寄せのやつが2個あって、また後ほどザラに行ってお会計をします。今から一旦で別のお店、ザラでうろつろしたくないから次のお店に行こう。グッチにはあんまり収穫がなかったです。まだ5時半なってないんだけど結構暗くなってきました。人は多いです。緊急事態宣言が明けて結構人が来てるみたい。今表参道のエルメスに来たんだけど、めっちゃ可愛いディスプレイを発見した。いやー、もう私今足が痛いからこれめっちゃ欲しいんだけど、エルメス今ね表参道って予約制で、予約してないから入れません。サンダルふわふわの、欲しい。入れないのと、あとない可能性が高いよね。お腹が減りすぎてアイス店にやってきました。
しそう。アイスが届いたよ、届いたよ、アイスが。キューン。私はチョコレートオレンジ、タラさんはパフェモカ。お腹が減りすぎて7時からタイ料理に行くんだけど、今は5時50分、ご飯気にせずアイス食べちゃいます。お腹すきすぎだもんね。来ましたね。はい、じゃあ食べよう。無料でナッツの騒ぎじゃなくない？チョコレートとかこれ無料でつけてくれてんだよ、ラッキー。食べます。うん。美味しそう。ふるえる。あ、本当美味しいんだけど。うん。あお腹すきましたね。美味しすぎて震える。ということで糖分を食べたら元気が出た。楽しんだ。しばらくここで休んでからレオン君をお迎えに行きます。今日はタイ料理、見えないけどロングレインっていうタイ料理屋さんに行きます。ありがとうございます。お待たせ。だからあの何を食べてるかも全部見直しして、だから痩せたんだよちょっと。サーモン、おいしい、おいしいね。キュウリ、ちょっと変わってるのが野沢菜を入れて仕上げてます。おソースを使ってエビの巻き、はい、おいしい。2杯目、ご飯を食べて今から2軒目カフェに行きます。めっちゃお腹いっぱいなんだけど、食べれないよね。もうご飯は食べれない。東京タワーが目の前にあるんだけど、めっちゃ綺麗です。なんか東京タワーの上が赤いですね。なんで何回目か分かんないけど乾杯します。乾杯。じゃーん。こんな感じでいっぱいにぎわっております。私は自家製ジンジャーエール。ということでね、昨日ザラでショッピングをしました。このザラでの動画だけでもね、動画を撮る予定ですので、ぜひそちらもお楽しみください。え、何点購入したっけ。結構買ったんだよね。めっちゃ久しぶりにショッピングしたので、それも今から撮影したいなと思いますので、この動画が良かったなと思ってくれた方はグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。公式 LINE ではどんな女性も一流男性から愛される方法セブンテイト連絡と配信しておりますので、ぜひ概要欄から LINE の登録もよろしくお願いいたします。チャンネル登録が元の方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。 YouTube 毎日6時に配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。ではまたね。You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Damned if we give in what we want. And I always pick you up.